問いの中に、親分、もういい加減にしようじゃありませんか。八五郎は少しむしゃくしゃした様子です。足柄七三郎の突っかかってくる態度も豪腹ですが、おろくの嫌に飲み込んだ調子にもムカムカさせるものがあったのです。何をいい加減にするんだ。平次は考え込んでおりました。やはりなんかどうだって構わねえじゃありませんか。血やりをしっかついで逃げたんでなきゃ、明日天道様の下で探せば出てくるに決まってますよ。そんな気楽なことじゃねえよ。あの槍を見つけるか見つけねえか、どこに隠したか、これは大事なことなんだ。え？待ってくれよ、ハチ。槍を隠した場所が分かりゃ、それを隠した人間も分かるだろう。それからそれと、風呂場へ槍を突っ込んだやつも手繰り出せるだろうよ。へえ、自分の罪を免れるために隠したか、人をかばってやる気で隠したか。平次は先の先まで、奥の奥まで考えている様子でした。槍に下手人の名前でも書いてあるつもりだろう。バカバカしい。足柄七三郎はなおも毒舌を続けます。下水になく、ひさしの下になく、床下にないとすると、大地に打ち込むか、屋根の上に放り上げるか。この踏み固めたところへ六尺への槍は打ち込めませんよ。それじゃあ屋根の上だ。八、はしごを借りて母屋と土蔵二棟と物置の屋根を調べるんだ。やってみましょう。八五郎には躊躇はありませんでした。ちょうど後から駆けつけてきた土地の下っ引き二三人と手を合わせて、二丁のはしごと四つの提灯で屋根の上をなめるように探しましたが、手やりはおろか手入れが届くと見えて、ろくな埃も引っかかってはおりません。問いを覗くんだ。平次は下から声をかけました。土蔵は三角に合わせた板戸いで、母屋は洒落た割だけの雨戸いをかけてありますが、くまなく見たにもかかわらず、そこにも槍らしきものはなかったのです。どうだ平次、槍くりはつかないか。足柄七三郎は自分のシャレに陶酔して腹を抱えて笑いました。ハチ、その竹の問いは外せねえか。二階のひさしの下から風呂場のそばまで下がった妄想岳の丸問い、ざっと八尺もあるのを平次は指さしました。外せねえことはありませんね。八五郎が手をかけて一揺すぶりすると、問いは二階のひさしを離れてパラリと外れます。逆さまに振ってみるんだ。平次の声に応じて丸問いを逆さまにして振ると、中から滑り落ちたのは六尺貸し絵の手あり、笹穂が血に死んで月光に紫色に光るのも容易ではありません。ほやほや、変なことになりましたね。八五郎は自分の足元に転がった凄まじい血染めの槍を眺めて、こういうのが精一杯でした。いいか八、槍はやはりこの家にあった。どうせお隣から持ち出したとわかるにちげえねえ槍を、なんだって雨戸の中入れて隠す気になったか。俺はその下手人の気持ちを知りてんだよ。平次はじっと考え込みました。下手人は外から来たように思わせたかったのじゃないか。足柄七三郎は一応平次の英知に打ち負かされながらも、立ち直って自分の賢さを確立しようとするのです。いや、そんな浅はかなことじゃねえ。平次は頭を振ります。そしてこう続けるのでした。槍は下からは問いに突っ込めねえ。多分2階から押し込んだものだろう。あの騒ぎの最中2階から降りてきたのは誰と誰だ。念入りに気ぃつくれ。八五郎は心得て飛んで行きましたが、間もなく戻ってくると、まだ丸問いを調べている平次に報告するのです。二階には誰もいなかったそうっすよ。そんなはずはねえ。でも騒ぎを聞いて駆けつけたのは番頭の忠蔵と下男の友吉と下女のおこんでしょう。それからお徳はお園に続いて風呂に入るつもりで、風呂場の隣の二畳に着物を脱いで裸になっていたそうです。なんぼなんでも十八の娘が裸で飛び出すわけにはいかねえから、大急ぎで着物を引っ掛けてお装備だけ締めて出た時、店から飛んできた時三郎に風呂場の入り口で会ったそうです。それから平次はどこまでも追求します。
もう一人の手代の梅吉は納戸の片付けをしていたそうで、その後からすぐ飛び込んできました。納戸の片付け？それは時刻にしても変な仕事です。おろくとおせんとお辰が泊まるのに布団を出してやらねえわけにいかなかったんですって。前の晩その世話をしなかったんで、おろくに散々毒づかれたんだそうですよ。八五郎は少しばかり面白そうです。そのおろくとおせんとお辰は、ほら二階へ行くはずもありません。廊下を挟んで睨み合っているから、まずそんなゲートはできなかったでしょう。その女どもの後ろで糸を敷くものがあるだろう。例えば小車伝次といったような。さあそこまでは探索が届きませんが。八五郎の報告はそれで全部です。ところで足柄様、ご覧の通り槍は見つけましたが、まだ下手人の見当もつきません。平次はいきなり足柄七三郎に話しかけたのです。平坦な調子ですが、妙に突飛きさせぬ厳しいものがあります。お園さんが狙われたことは確かですが、そのお園さんが命を狙われるわけがあるでしょうか。親元の足柄様なら思い当たることがあるだろうと思いますが。いや、一向合点のいかぬことだよ。足柄七三郎は大きく頭を振りました。自分の槍にこだわりすぎて、今更逃げも隠れもならぬ羽目に落ちた形です。でもお園さんの身分、親の名、生まれや育ちはご存知のはずで。それは知っている。一応受けたまわりましょうか。もう一度月の光の中に二人は相対しました。お園は拙者の友人の忘れがたみだ。その名前は弓沢源次郎と言ったよ。長患いで死んだ時、一人娘のお園を拙者に頼んだのだ。3年前お園が15の春だ。いずれのご家中で。親代々の浪人者だ。その頃の江戸はまだ大阪の残党の子孫がはびこって、徳川幕府を煙たがらせていた自分で、定まる主もろくもないのに、領頭を捨てて町人百姓になる決断もなく、2代も3代も手内職や手習い師匠や町道場などを開いて細々と暮らしている、いわゆる親代々の浪人が少なくなかったのです。お園さんの母親は？知らん。拙者と知り合った頃は弓沢源次郎は独り者であったよ。お園さんに縁談の口などはなかったでしょうか？あったかもしらぬが、拙者は知らぬ。近頃は北川屋の主人に任せきりであった。北川屋へご奉公に出されたことを世間じゃかれこれ申すようですが。バカなことを言わっしゃい。お園を目掛け奉公に出したわけではないぞ。足柄七三郎は猛然として足踏みしました。世間では何と申すか知らぬが、この足柄七三郎、友人の忘れがたみに目掛け奉公をさせるような人間ではない。北川や金兵衛は町人ながら疎徳人だ。お園の面差しが亡くなったお上に似ているとやらで、たっての望みを否みがたく、本人のためにもなろうかと娘分ということにして預けてあるのだ。足柄七三郎の怒りは煮えこぼれるようですが、この芝居上手の浪人者は案外養い娘のお園を奉公に出す条件としてかなりの金子をせしめていることは、かき集めた近所の噂でも明らかなことでした。あいすみません、世情の噂をそのまま受け取るわけじゃございませんが、一応伺っておくのが足どもの務めでございます。平次は穏やかに謝ってしまいました。これからもあることだ、気をつけるがよい。じって取り縄を預かっているからと申して武士に向かって無礼があってはならんぞ。肩を怒らしながら足柄七三郎は自分の家へ引き上げて行きます。あの通りでございますよ、夜分。今までもあの手で亡くなった主人がどれだけ絞られましたことか。そっと銭形平次の耳にささやくものがあります。振り返るとそれは虫食い顎の小男、気の知れない顔をした番頭の中蔵だったのです。